のくです。今日なんですけど、めこチャンネルで、自身の整形体験を話してくれるっていう方が応募していただきました。ピッカコさんです。よろしくお願いします。ズバリじゃあ整形体験ちょっと教えてください。フェイスリフトです。フェイスリフトですね、はい、今のお年齢とかの体重になっても大丈夫ですか？57歳です。おー若い若くね、若い。55過ぎてから、はい、やっぱりこの辺がやっぱりだんだんブルドッグみたいになってきたの で気にしていて、あんまり整形っていうのが頭になかったんですけど、はい、いろいろ検索してるうちに最終的に切っちゃうと思って、初めての整形がこのフェイスリフトだったの、はい、結構でも最近いらっしゃるんです。結構うですもう二重もやったことない方が思い切ってフェイスリフト、むちゃくちゃすげえなと思います、本当に。すごいマスクしてるうちにと思ったんですよ、コロナのうちにって思って。じゃあコロナのちょっと始まったぐらいですよね、今年の2月です。2月19日でまだ最近じゃないですか。ちなみにどこのクリニックか聞いていいんですか？はい、湘南。なんで湘南にしたんですか？まず値段と、あとやっぱりカウンセリング何箇所か行って、うん、その先生の症例を見て、うん、傷跡がすごく綺麗だったんですよ。ちょっと変わってるこだわりのある先生に対して、私カウンセリング行った時にフェイスリフトだけでいいと思ってたら、脂肪吸引もしました。それすいません、一緒に脂肪吸引とちょっとバッカルパッドちょっと取って、溶ける時もちょっと入ってるんです。なるほど。あと全体的にこの辺りは全部薄くなったって感じ。それをやらなければ綺麗に引き上げるのが僕のこだわりなんで、結果が得られないような手術をするのは僕は嫌だから、そのセットをやってくれないんだったらうちではやらなくていいですって言われた。フルセットか、フルセットか、ゼロか、100か。そう。それの方響いたってことですよね。響いたんですよ。あ、私やっぱりここ垂れてるし、やっぱり脂肪を取った方が良かったんだって思って、そこで肩逆に押されました。よし、柴田先生にそれやってもらおう。でも全然違う雰囲気です。真逆な感じ。で、看護師さんとか、そこにいる看護師さんたちも、ちょっと変わってるって言ってました。でもこだわりがあるからって言ってました。なるほど。こだわりっていうのは結果に対してですよね。結果に自分の理想のこだわり。うん、お客さんって多分自分の理想だと思うんですけど。でもまあプラスにそうやって患者さんが取ってくれるんだったら、自信ある感じになってくれるんだったらすごいいいと思いますね。そうですね、はい、ただともすればすっごいあれこれ勧められたっていうことになりかねないから、そのドクターの雰囲気すごい必要だと思います。しかも予約をしようとしたら結構立て取れないんですよ、その先生。はい、最初にカウンセリングしたのが昨年の6月だったんですけど、したくてもしたくても取れなくて、今年の2月やっと取れたので。そんなになんですか？YouTube でも結構出てくる先生なんですよ、実は。だからまた私もう本当にこの先生じゃなきゃみたいな、急になんか急に好きだった感じになった急に好きだった感じ貴重な体験でしたね。そうですね、で確かに症例も本当に綺麗だったし、同じ業界の人から見られても気づかれない傷の縫い方を僕は目指してるんだみたいなことを感じてきたので。なるほど。ガーンって出てきますから。ちなみに見てもらっちゃう。でもまだ半年経ってないんですけど。でも耳のギリギリ際で。綺麗ですね。綺麗、すごい。耳の後ろ見ていいですか？あ、どうぞ。耳の後ろはちょっと多分結構、はい。すごい綺麗ですね。全然ボコついてもないし。うんうん。じゃあ最初にフェイスリフトやって、じゃあ次は今日あれですね、上まぶたのサルミを取っちゃおうかな。取りたいな、止まらなくなっちゃった感じですかね。たるみ系が止まらなくなっちゃったみたいな。そうですよね、と考えてらっしゃるのは眉下切開、はい、切ることの抵抗は大丈夫ですか？それはないです。梅子派です。梅子派だね。だから梅子派だから申し込んでくるんだ。うちの視聴者結構切る派です。切る派だよね。私家族にも内緒で切ってまだバレてない。そんなわけないよ。本当にそれ湘南の先生の顔めちゃめちゃ上がるじゃないですか。本当ですか？ 1,2,3 とかも普通に貼れるじゃないですか。はい、圧迫とかもない？圧迫ありました。圧迫ってこの辺が違う。自分いっぱい出てたんですけど、なんかこうごまかして。いや絶対みんなね、こうやって見ないふり。何人家族で住んでらっしゃるんですか？うちは3人です、ね、はい、主人と息子と、はい、歯が白いってなんか腫れちゃったとか言って、これ圧迫とかと いいだってとか言って圧迫して、もう血はなくして血なんだって。おそらくですけど、お父さんと息子さんは家族会議あったと思いますよ。そうですか？でも全然で一緒、あれ目が腫れそうって言われたんですよ。あ、なんか腫れてんのかなってぐらいで終わっちゃいました。目は分かりますよ。あ、本当ですか？ちょっとカミングアウトするときって、実はここだけじゃなくて、この辺りも。大
学校切る。梅子さんそんな入らなかったですよね、うんうん、とはいえあの目の上にあるんで目がいくというか、うん、腫れてるよって言われます。でもすっごい面白いから家族に何日目までバレないかって言われましょう。でもまさか私が切るって思ってないと思うので、どういうキャラでやってるんですか、ご家庭で。整形とか絶対しませんから、それキャラで決まるのか。興味あるなっていうのは多分分かってると思うんです。あ、そうなんですね。でもまさか切るまでそんなお金出してまでと思ってる。なるほど。でもここ切ってても眉下切開っていう発想にはならないと思ったんですよ、うん、まあ確かに。どうしたみたいな、うん、怪我みたいな、うん、でも梅子さんのここテープ貼ってたじゃないですか、はい、傷跡に貼ってると意外に分かんない。貼ってると意外と分かんないし、うん、それ分かっちゃったら旦那さん怒る。言っちゃったら言っちゃったでもしょうがない、うん、まあそこは理解があっていいですね。車自分も持ってないし、うん、車買ったつもりだったら別にそう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 。女の会話。そもそもなんで眉下だったんですか。6月の上旬にボトックス打ったんですよ。おでこそんなにしわないんですけど、うん、ちょっとなんかこう目上げると引っ込んだ感じがして、うん、そしたらよりガンと下がって、うん、下がりますね。今まだ6月の半ばっていうとまだ今効いてる頃かもしれないですね。そうなんです。だからまだちょっとピークは過ぎたんですけど、うん、まだかぶってる感じが。初めてのボトックス。はい、初めて、うん、そうなんだ、うん、57歳で初めてって。そう、知らなかったんです、こんな安くできるとかって。安くってか、もうちなみに、いやいや、これどこで、どこで。それの湘南、湘南で韓国製の3000いくらでできる、ね、はいはい、それはいくらで3000。あ、実際にその金額で、はいはい、1回でも男性行くときは、はい、やばいこの金額っていうのを言われて、よしそれ行こう、よし行きたいです。はいはい、最初糸に興味があったのでカウンセリングしてもらったら、あそこお医者さん一切カウンセリングしてくれなくて、うん、カウンセラーさんだけなんですけど、うん、こんな方がいいですよ、こんな方がいいですよ、見積もり持ってきますって言ったら100万だったんです。糸最初いくらで行きました。最初はコマーシャルやってる、うん、10万とか、はい、そんな程度だったと思います、はいはい。100万の持ってこられて、100万で聞いてちょっと引いたのか分かったのか、他に気になるとこありますかって言われて、私鼻低いのコンプレックスなんで言ったら、いい糸がありますって言って、糸なんですか。で、今日だったら手術室空いてるから今日やればいくらくらいになりますって言われたんですけど、さすがの今日の今日はこうできませんって断って帰ってきました。で、二度とあそこは行かないって決めて帰ってきました。はい、梅子チャンネルを通して言いますね。はい、言うてるか。本当こんな思いしてる。受けなくてよかったと思ってらっしゃいます。思ってます。うん、自由診療ですからしょうがないですけど、この話させると私長いですが。もう終わりです。この話終わりです。いやー、いい引き出し持ってくれてよかった。これ特集やろう。よし、特集やろう。はい、まとめちゃうと、美容整形に結構去年くらいから始め、今年くらいか。打ち出したのは、あの糸を含めると、去年ですよね。でも最近の話で、はい、どうですか、今までやってよかったみたいな感じですか。リフトはやってよかったなと思います。今までやってこなかったことは、特にその外見的なコンプレックスはそこまでなかったんでしょうね。もともと若く見られたっておっしゃってるんで、鼻、鼻の形的に鼻が嫌だったんですけど、うん、まあ、それ以外はそこまでコンプレックスと思ったことなかったです。ありますよ、ちょっとずつはいっぱい顔が大きいとかいっぱいありますけど、そこまでは気にしてなかった。いや、全でも全然年齢全然違います。本当ですか。はい、57歳の時にこうありたいとね、思いますよね、シュッてしてる感じ、うん、そうすると湘南のその先生にやってみましょうって言って湘南の先生になっちゃったよ、ちょっと嫌なの。いいじゃないですか。いいものはいい、いいものはいいですよ、いいものじゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。